オリンピックの野球競技メダリスト一覧は1992年から2008年までのオリンピックの野球競技におけるメダリストの一覧である。野球は過去に下級オリンピックで実施されていたオリンピック競技である。正式種目として採用される前は公開競技の中で野球競技は最も実施回数が多く7つの大会で実施されていた。 最初の5大会は1試合限りで決定する方式を特色としており、その後の1984年と1988年の大会はトーナメント方式で実施された。国際オリンピック委員会は1986年10月13日に1992年、バルセロナオリンピックから野球を夏季オリンピックの正式種目として採用することを決定した。IOC が オリンピック競技の名簿から除外するまで、1992年から2008年までの5大会で正式種目として実施された。1992年バルセロナオリンピックの野球競技では、初めてオリンピックの野球競技に出場したキューバチームが急戦全勝で金メダルを獲得した。キューバはこの大会までに12の世界選手権で優勝しており、 1986年以降の国際大会では62勝1敗という驚異的な成績を残していた。しかし、1984年のロサンゼルス大会と1988年のソウル大会では社会主義陣営の一員として政治上の問題から大会への参加をボイコットしていた。1996年アトランタオリンピックの 野球競技では大会開会式のわずか10日前にエース投手のローランド・アローホが亡命したにもかかわらずキューバが全大会に続いて9戦全勝で金メダルを獲得した。またアメリカ合衆国チームは本国開催のこの大会で初めてのメダルを獲得した。2000年シドニーオリンピックの野球競技では初めてプロ野球選手の出場が可能となったが MLB は チームの40人枠に含まれる選手の派遣を拒否した。アメリカ合衆国はマイナーリーグに所属する選手のみで代表チームを編成して決勝戦でキューバと対戦し4から0で勝利して金メダルを獲得した。キューバは予選ラウンドでもオランダチームに敗戦しておりこの大会で2度の敗戦を喫した。2004年のアテネオリンピックの野球競技では全大会で 金メダルを獲得したアメリカ合衆国チームと銅メダルを獲得した韓国チームが共に大陸予選で消え7位だったオーストラリアが銀メダルを獲得するという番狂わせが起きた。キューバはこの大会で金メダルを奪還した。2005年に入ると国際オリンピック委員会はゴルフ、7人制、ラグビー、空手など新たに追加する競技の調査を開始した。 2005年7月7日の第117次 IOC 総会における投票結果により野球競技とソフトボール競技が2012年のロンドン大会から除外されることが決定した。夏季オリンピックの正式種目が除外されるのは1936年のベルリン大会を最後に除外されたポロ競技以来である。野球が除外された理由として MLB の労働協約で定められている。 ドーピング検査規定が世界アンチドーピング機関の規定よりゆり、野球場の建設費用が高額、MLB の非協力的な態度などが挙げられた。最後の野球競技の開催となった2008年北京オリンピックの野球競技では韓国が金メダルを獲得し、キューバは銀メダルを獲得した。キューバ代表は出場した5大会べてで金か銀のどちらかのメダルを 必ず獲得しており、オリンピック野球で最も優秀な成績を残したチームである。2009年に2016年大会の未定の2種目の枠をめぐり、ソフトボール、7人制、ラグビー、ゴルフ、空手、ローラースポーツ、スカッシュと争った。同年10月9日の第121時 IOC 総会における投票結果により、2016年に 追加される2競技は7人制ラグビーとゴルフに決定した。2013年に2020年大会の未定の一種目の枠をめぐり、ソフトボールと共同戦線を組んで、レスリング、スカッシュと争った。同年9月8日の第125次 IOC 総会における投票結果により、2020年に追加される1競技はレスリングに決定し、またしても、 復活の機会を逃した。選手名の横の数字は、背番号キューバ代表のオーランド・ヘルナンデスは、1992年、バルセロナオリンピックの野球競技で金メダルを獲得。同国代表チームがオリンピック野球競技に出場したのは、これが初めてだった。日本代表の福留光介は、1996年に銀メダル、2004年に銅メダルを獲得。 キューバの選手以外で複数のメダルを獲得した7人の選手のうちの1人である。アメリカ合衆国代表のベンシーツは2000年シドニーオリンピックの野球競技で金メダルを獲得。決勝戦の対キューバ戦では完封勝利を挙げた。オーストラリア代表のクリス・オクスプリングは2004年アテネオリンピックの野球競技で銀メダルを獲得。 エースとして2試合14.2回を投げ、無失点に抑えた。韓国代表のリュウケンブリは、2008年北京オリンピックの野球競技で金メダルを獲得。2試合17.1回を投げて、失点2のみで2勝0敗、防御率1.04の好成績を残した。キューバのペドロラソ投手は1996年から2008年までの4大会で、 金メダルと銀メダルを2つずつ獲得した。9人のキューバの選手が計3つのメダルを獲得しているが、他の国の選手は1人もこの偉業を達成していない。計2つのメダルを獲得した25人の選手のうち、18人がキューバ、4人が韓国、3人が日本の選手である。ありがとうございます。